流れは、まあ、あとまあシャッチアウトしたんで、順番にスパーリング実際やって、その後体力チェックやって、最後、先生とお話しして、して導入したいでおしまいになる。こんな長くないです。グローブタッチして。お願いします。聞いた時、ちょっとだけ。はいです。